東牛文化研究会が全国ネットの番組で取り上げられ、その名が日本全土に知れ渡った湘南大に、一つ上の代から試合に出ていたメンバーを中心に 2,3 年生だけで挑む今年のチームは、去年9月台風24号の影響で練習もままならない時期がありました。苦しい時もあったんですけど、しっかりここ乗り越えてきたんで、夏は自分たちの持っている力を出せるように、取られても取り返す打のチームを自分たち考えていて、打って点取って盛り上がっていい流れで持っていけるような、そういうチームだと思っています。女子貫徹県ベスト王者を目指して頑張っていきます。シェイ。